はい、皆さんこんにちは、ザワチャンネルです。いや、やっと手に入れちゃいましたよ、こちら札幌黒ラベル箱根駅伝館、イエイ。いやー、もう全然手に入んなくて、もう札幌ビールにまで電話してどこ売ってんだよってねやっと見つけました。なかなか置いてないですよね、やっぱ全国で5万ケースなんで、手にもう全然入荷しないとか、入荷しないんですよね。まあ、しかもまあ、なんとか、まあ、とりあえずゲットはできれば、まあ、しっかりとこちらね、メモリアルセット、ね、抽選なんですけれども、こちらにもしっかりと応募して、ペアジョッキと、はい、このメモリアルプレートをゲットできたらなと思います。まあ、僕は全然お酒は飲めないんですけれども、まあ、しっかりこれを眺めながら、箱根駅伝応援していきたいなと思っております。いやー、しかしやっぱ大山盤石でしょうね。もう多分もう往路からもしっかりと先行逃げ切り、ね、久保田一色、そして田村で四駆下田、そして五駆神野みたいな感じで来たらもう本当止められないですよね。いやー、はっきり言って芦ノ湖スタートの6区ですか、繰り上げスタートを2桁ありえますよね。もう10チーム2桁、もう10チーム以上が繰り上げスタートになってしまうんじゃないかという恐れさえ私抱いております。まあ、なんて言ったってもう28分台1万メートル11人なんで、もう破壊力はもう半端ないというところですよね。だから、まあ、他のねビッグ3、早稲田、駒澤、そして東洋、6区の時点で背中が見えなければ青山学院ですよ、もう挽回ははっきり言って無理でしょう。まあ、背中が見える位置でのタスキリレーであればですね、まだチャンスは少なからずあるかなっていうのがねあれなんですけども、もう逃げ切られたら終わりですよ、その辺ですね。まあこう見てもやっぱり青山学院盤石なんじゃないかなっていうのがね、この、まあ、だからはっきり言ってもう今度シード権争いですよね、楽しみになるのは。水道圏争いもね、予想していきたいなとは思っているんですけれども、まあ、1位はやっぱり揺るぎないかな、まあ、全日本で負けてるんで、もう必ずリベンジ、まあ、今年のね、駅伝、リベンジですから、はい、もう原監督もその辺分かってますよね、いや、必ず仕上げていきますよ、まあ、面白くない結果といってもあれなんですけれども、いやー、けどまあ、展開は楽しみですから、もうこの王者、青山学院に。どういう風にこうまた立ち向かっていくのかね、またあの東洋の魂の走りをね、見てみたい気もしますし、大八木監督もですね、駒澤大学黙ってはいないと思いますんで、はい、いやー、皆さん箱根駅伝楽しみにしてまいりましょう。ザワチャンネルでした。チャンネル登録お願いします。